バンコクに着きました。ペアのお家に今回は泊まらせてもらうんで、ペアのコンドミニアムペアにピックしてもらって、そこに行ってみんなでご飯に行きます。ペアがツアーガイドしてくれてます。バンコクです。サワディーカー。サワディーカー。めっちゃ食べちゃった。けど美味しかった。これが私のタイでめっちゃ好きなマンゴースティックです。ご飯が終わって飲みに来ました。帰りまーす。近く行っちゃうと見えないじゃん。混ぜるんだって、こうやって。絶対これローカルといないと買わないやつです。おいしい。今あっちに入れるのを待ってます。キングの一周忌だったみたいで、それのフィネラルのお寺みたいなところに来てます。これはあと1ヶ月ぐらい、なんかテンポラリー一時的なもので、すぐ建て壊しちゃうと思って。チケットを買ってパレスに行きます。で、なんか露出の多い服とか、あとダメージデニムもダメだし、半ズボンもスカートもダメだから、もしなければ近くの露店で買える。めっちゃでかい横になってる大仏さんのところに来ました。修学旅行で来たようなのよりはるかにでかいよね。テンプルの目の前のお土産屋さんに来て、こんな可愛い香水で、ちっちゃい携帯ケース、香水の携帯ケースを4種類。ディナーの場所に来ました。すごい素敵。台湾の今南北部ですか。すごく素敵な場所でディナーしてます。すごい船が来た。新幹線みたい。マンゴーがいっぱい。このパンが有名なんだって。みんな並んでる。
あのパンが来るまでの間に屋台でみんなで食べてます。まあ中華だよね。これ鳥の巣です。ツバメの巣。そうぐーでっかくーそうぐー練乳みたい。めっちゃうまっ。そうぐー。美味しいですか？美味しいです。クリームパンみたいなやつが結構マジで美味しくて、あのミルク味が、そう、あの今ペアのバスが、ペアが映ってるバスが通った。そう、ミルクのやつがめっちゃ美味しくて、でも1時間ぐらい並ばないといけないんだって。だけどなんかピックアップのスタッフィルがあって、それだとなんか待たずに食べれて、まあ、ローカルの子たちだからそれをやってくれてすぐ食べれたんですけど、めっちゃ美味しかった。今からバーに行きます。バーハオ。これお酒飲みます。なんかショットが来ましたよ。食べる前に見せて。かわいいバーに来ました。氷がめっちゃおしゃれ。今日は朝からスパに来ました。食べよう。めっちゃ可愛いんですけど、ここのお店メニューがめっちゃ美味しそう。タイ料理じゃないけど洋風な、結構インスタ映え系プレイス、プレイス美味しそうです。アーモンドキャラメルマキアートです。チーズ。ここの下が同じ系列のマッサージやってて、そこのマッサージ90分かなをやります。ペアが勧めてくれてここに来ました。かわいいの飲み物できた。何これ。スクラブやるからこの中から匂いを選びます。私はローズで、マッサージ用のアロマはジャスミンを選びました。めっちゃ可愛いんだけど、この全部隠し扉になってんの超可愛い。あー、かわいい。え、見て、上まで緑でお風呂もついてます。このバスボートを着て準備できました。ジムトンプソンに来ました。ここはなんかタイシルクとかが売ってたり、ランチができる場所らしいです。ランチ先にします。何これ。あ、レシピすごいじゃん。どっちご飯が来ました。やってるよ。お店ありがとう。サイアムのモールに行って、今はなんか向かいのストリートに来ました。なんかちょっと香港っぽい、本屋っていうか、なんていうの、市場っぽいお店がいっぱいある。そして韓国っぽいし、韓国のものいっぱい、中国っぽいし、韓国っぽいし、香港っぽい。まあ日本もそう。なんだろう、11時45分のエアアジアのフライトだから、結構フルで今日最終日もあって、あ、ちょっとここ見たいかも。
สัมภาระที่ท่านได้เก็บสัมภาระในศีรษะหรือป้ายตัวเองที่ได้กำลังแทนหยุดวิ่งเล่นทางออกฉุกเฉินสับผิดแค